皆さんこんにちは、会津チャンネルです。今回は福島県奥会津地方のある集落へ来ています。大自然の風景が綺麗なこの集落にも、少子高齢化、そして限界集落が近づいています。昭和の懐かしい風景が残る集落を見ていきましょう。人が住まなくなってどれくらいの時間が経つのでしょうか。美しい風景とは裏腹に人の気配がありません。集落の外れに稲荷神社がありました。
現在は無住となっている曹洞宗龍昌寺。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。